今回は藤谷大輔さんの運勢を見ていまます。す。履歴一覧から呼び出し2022年は年運空母ですが年運十二運が「運肝」です。 帝王ですので、すの年運,欠陥を大運変化運で置き換えることはしません。年のタブをタップしています。2022年年運欠果生還丁寧な対応で進む年。この年は誘惑に負けたりミスをおろそかにしなければ出世運と言える年である。しかし、夫婦間や恋人との間が 他の人のせいで波乱が起きやすく、また仕事上でも損失を出したり、などとあります。名式表に戻って、吉祥星を確認しています。年運に、天豪、つまり天徳豪があります。天徳豪は、他に、京安寺があっても救ってくれる吉祥星の一つです。 月詩、原名のタブをタップしています。月詩、原名、偏在。キーワードは、商売人、花やぎ口八丁、手八丁で、とにかくよく動く。粘りはないが、遊びや楽しみが上手。好奇心が強く、何事にも関心を持つ。特に、芸能、趣味など、多彩。長所は、土胸がある。 趣味が多彩交際は活発人情化起転が利く短所は想像し落ち着きがない粘りがない遊び好きなどとあります今回はここまでです